東ローマ・サーサーン戦争は、東ローマ帝国とサーサーン朝の間で発生した短期間の紛争である。紛争が短期間で終わった理由は、東ローマ帝国の南方がヴァンダル族による侵略を受け、東ローマ帝国が侵略への対処を優先させる必要性から戦争の迅速な終結を求めたためである。サーサーン朝に対しては、和平の見返りに財貨の支払いが行われた。サーサーン朝と東ローマ帝国は387年の平和条約締結以来、両帝国が遊牧民の攻撃に対するコーカサスの防衛に協力する義務があることで合意していた。東ローマ帝国はサーサーン朝に対し不定期におよそ500ポンドの金を支払うことでコーカサスの防衛を援助していた。東ローマ帝国はこの支払いを政治的な助成金とみなしていたが、サーサーン朝はこれを功労とみなし、東ローマ帝国がサーサーン朝の代理人的な存在であることを示すものであった。やがて東ローマ皇帝テオドシウス2世は支払いを続けることを渋るようになったため、440年にサーサーン朝の王ヤズデギルド2世は東ローマ帝国に対して、戦端を開いた。しかし双方ともほとんど成果を上げることはなかった。東ローマ帝国はヴァンダル族によって南方の前線で強い圧力を受け、439年にはカルタゴを征服されていた。このためテオドシウス2世は和平を求め、軍司令官のアナトリウスをヤズデギルド2世の宿営地に派遣した。同年に行われたその後の交渉において、両帝国がメソポタミアに新たな要塞を建設しないこと、引き続きサーサーン朝がコーカサスを侵略から守るための補助金を得ることで合意した。ありがとうございます。